ちなみに俺も呼んじゃってんだよね。どこに行かないといけない。あ、代官山に。富士だって集合だもん。今日の女の子は誰なんですか？藤本チルドレン、今9人いるんよ。今日のチルドレン何番バッター？4番。4番か。4番だ。うん、藤本チルドレン薄いよ。もうなんか1回さやってさ、もう二度とやんねえってやつもチルドレンね。確かに確かに。なぜか入ってんの今のヒロトの顔。切そうねえな。今日さ、ちょっとギャルズメモを作ってた。まず、今現状のギャルズの序列を明らかにし、ポリアのギャルズ何人？今現状5人で、その子のいいところを全部こうやって書き出して、矢印のところでこっからめっちゃ長いんだけど、まあ、どう接していったら、まあ、向こうは気持ちよく俺と一緒にいられるのかっていうのを全部分析してたし、うん、で、最後県外なぜ外れたのかっていうのをここに。トーン。じゃあ県外の1個読むわ、うん、元ギャルズ、あまりにも自己肯定感が低すぎる、ザ28歳の崖っぷちアイドル、あからさまに私だけを見てムーブをするメンヘラのため県外だった。なんかスゴロクのマスに止まったような感じの締め方だった。振り出しに戻るみたい。元ギャルズ、最初の方は森山のお酒の面倒を見てくれる超気の利く子、界隈では珍しいお言い柄のよろしい子、歪んだ恋愛感を押し付けてこようとしたため県外となった。逆に1位からの5位の子はほぼほぼ悪口は書いてない。うんうんうん、そう、いいことしか書いてない。